まあ、学研です。おはようございます。マイカです。今回はバージョン 2.5.0、はい、新しくなったということで、まあ、いろいろ継承とかできるようになったんですけど、まあ、まず、まあ、皆さんに配信見た人はご存知かと思うんですけど、まあ、多分最強のハーランドがこの激坂アカウントで登場し爆誕させたということになったんですけど、うん、まあ、こちらのねチェイシングとダブルタッチ素晴らしいがついて、そうですね、こういうのが、まあ、できるよっていうのを、まあ、今回は、まあ、軽く紹介していければな、はい、いいかなというふうに思います、はい、お願いします。お願いします。はい、まあ、ちょっと今アイテムはもう全部使ってしまったんで、とりあえず、まあ、実践することはできないので、まあ、気になる人いたら配信のアーカイブを見てほしいんですけど、まあ、まずこちらの、まあ、スキルトレーニングで、まあ、こうやってハーランドに直付けすることができるんですけど、うん、まあ、まず激坂と視聴者で見つけた固着式でできるかな、まあ、まあちょっと誤解が生みそうだけどまあでもそうね、はい、あの直付けはダメだけど、そう、うん、直付けはリスクしかない、はい、まあ、なぜダメかというと、まあ、ちょっとこちらのゲームのヘルプを見てもらうと一番分かりやすいと思うんですけど、はい、こちらのまあスキル習得についてで、まあ、ただしスキルが重複した場合は獲得失敗となりますということで、うん、ネイマールにもしスキルトレーニングを入れた場合根化がつきましたってなった場合、ネイマールはすでに根化を持っているので、うん、スキルトレーニングをただただ捨ててしまったという状態になります。何も意味がない1枚、貴重な1枚、はい、なくなると被っちゃうんだね。そう、被りになっちゃう、うん、そこなんか気遣ってくれないんだよねまあそうだね、うん、っていうのがあるので、まあ、激坂とリスナーで提唱しているコチェック式とは、まず一旦、まあ、こちらの、まあ、誰でもいいです、まあ、スキル、まあ、こちらのスキルのない選手を購入します。そう、はい、で購入した後この選手にスキルトレーナーを使うということになるです、うん、でこの選手を例えばこの選手がワンシューを手に入れてくれたら、はい、この選手をワンシューつけたいやつに持っていくっていう、うん、そうしないとあの消えることが多発すると思うんです、はい、スキルが特にもうすでに10個持ってる選手スキル、はい、まあ、なんで、まあ、この選手だと、まあ、追加スキルを入れた時に被りが絶対に起きない状態、100%被らないですよね、はい、これだと、まあ、ワンシューつきました。そしたら、まあ、ワンシュー持ってない選手を自分で選択してそう 100%、まあ、継承することができるので、まあ、その方法を激坂として提唱をしております。一撃チャレンジはかなりリスク高い、うん、ほんと損する可能性高い。基本的にやっぱスキルねいっぱい持ってるから強い選手だとやっぱ被る確率はどうしても高くなっちゃうからね、うん、っていうのが主な方法となってます。配信中にコメントいただいたものも、まあ、まあこちらのハーランド、まあ、2個ついてるんですけど、うん、1回継承させてチェイシングがついて、でも別の選手にダブルタッチをつけたのをそのまま継承させたので、そうなんです、うん、そうだね、2人目継承させました、はい、だから1人目のチェイシング持ちが消えるんじゃないかっていう心配も、まあ、コメント欄であったんですけど大丈夫です、はい、そちらも大丈夫です。5人弱い選手継承させただけです、うん、はい、安心してください。いいスキルがついたら、はい、っていうのがまず1点あって、で、まあ、続いてポジションキーパーを見てもらうとポジションの位置っていうことで、もともとスキルトレーニングだとキーパーにつけられるスキルとフィールドプレイヤーにつけられるスキルが別々になってるらしいので、うん、まあ、なんでポジションが、フィールドとキーパー分かれて継承することができます、うん、で今のところ、まあ、継承元今継承先かハーランドになってるけど、まあ、センターバックのプジョルとかでも、まあ、ポーランドでも本来は、まあ、できます、はいはい、本来は別の選手でも、まあ、キーパーかフィールドプレイヤーっては普通に分かれてる、うん、ディフェンスとフォワードは別にも同じってことでしょ。あ、そうそうそう、うん、なんで、まあ、キーパーの選手にスキルつけちゃうとフィールドプレイヤーの選手にはそのスキル継承できないです、うん、はい、なんでこれがまあ元々ポジション縛りがあったのか、まあ、なかったのかちょっと分からないですけど、うん、まあ、今のところは大丈夫ということです。でこれは継承ではなくスキルトレーニングの方の質問で、フェノミナルとか、まあ、新スキル、うん、まあ、3つぐらいいきましたけどそれはつけられるんですかっていうことで、まあ、スキルトレーニングの三角で一覧が見ることができて、まあ、ここに書いてあるリストがつけられるものです、まあ、なのでフェノミナルやフォートレスや、
モメンタムドリブルは、つけられません。よし、金かかってるんで。まあまあそうですね。やられた。はい。で、まあ、下にも注意書きとかいろいろ書かれてるんで、まあ、これも見た方が、はい、ちゃんと書いてあること読めばある程度わかると思います、うん、っていう感じですかね、うん、で、まあ、結構やっぱコメントもこれもあったんですけど、 FP はできますかっていう、うん、あったんですけど、まあ、仮にムバッペを、まあ、今やってみますけど、ここがないんですよね、特別強化という欄が、うん、アップデ前の画面ですね、これアップデ前の画面、ね、同じ画面です、同じ画面、この契約更新6回で放出、もう何も触れない状態ですから、まあ、FP は、まあ、一応左側にあるカードタイプがトレンドっていう選手はもう何もできないので、なので元々ねスキル追加されてるカードだもん ね、まあ、スキル追加されてポジションも合わせするカードだから、ね、そうよね、まあ、スタンダードだと、まあ、一応できますし、まあ、ビッグタイムもできますし、うん、まあ、こちらのハイライトもできるので、本当に FP の選手たちはできないっていう感じ認識で大丈夫ですぐらいか、まあ、あれよね、あとどうしても GP はさ、かかっちゃうじゃん。かかる、うん。しかも、ハーランドもそうだけど、うん、1個ずつつけてるじゃん。そうだったら1個ずつ GP かかるじゃん。うん。で結構それで多分2つで50万 GP くらいかかってるじゃん。そうだね。でもハーランドすでに50万かかってる。そう。ってなると、無課金の人は結構きついと思う。まあそうだね。俺らが提唱してるやり方はちょっとできない、直でどんどん。うん、でも、直でやるのもリスクあるよね。まあ、これは難しさはある。俺はでも無課金、美課金の人でも、弱い選手に。継承させる流れを使った方がいいと思う。うん、あれ星5の選手と言ったら何 GP ぐらい？本当に元が高いやつだったら多分レバムアッペとかだったら売れば10万とかになるんじゃないですか。ああ、まあじゃあ本当にちょくちょくそういう選手頑張って売ったりとかして GP を貯めて、うん、貯まったら継承させるって流れの方がですよね。の方がいいと思う。絶対直はダメだと思う。もうリスクしかないから。リスクしかないと思う。本当にでね、ワンシューとかついたらさ、うん、え、うわ、ワンシュー持ってたらもうムバッペってなるじゃん、絶対。ってなる、本当にもったいない。それは本当にもったいないことになっちゃうから、まあ、スキトレが、ね、もっとなんか増えたらあそういいんでしょうけど、もうめんどくせえから直でつけちゃえばいいと思うんだけど、ね、まだちょっと早いですよ、ね、今はまだ早いと思う、ね、ちゃんと、今すぐ継承させなくてもいいし、まあ、最悪ね、そう、うん、継承させるタイミングは自分で選べるから。うん、まあ、一応、今後、e フットボールリーグの、まあ、リーグ報酬でも配られるらしいので。うん、それはね、後ほど皆さんやり込み度が増してくると思うんで、まあとりあえず今回はログイン報酬で配られてるんで、はい、まあ、1週間ちょっと毎日電源をつけて、つけたい選手がいたら、まあ、継承させてっていう感じでやっていただければと思います、はい、というわけで、まあ、今回はまあ即出しという感じで、まあ、動画を見てると思うんで、まあ、気になる方いたらアーカイブをね見てもらえたら、はい、いろいろ なんで固着式って言われてるのか多分意味わかんない人もいるから、うん、確かに、それ多分アーカイブ見てもらった方が早い、うん、確かに、うん、この動画では理由は言ってないので、まあ、アーカイブを見てください、はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よっしゃ。